どうも皆さんこんにちは、ケンです。この動画の後半にこの缶詰を使ったスパイスから作るカレーのレシピを公開しているので、ぜひ最後までご覧ください。どうも皆さんこんにちは、ケンです。今回紹介するのはキャンプ専用の缶詰、キャンプ缶を紹介したいと思います。今回紹介する缶詰には3種類あって、アユ、カツオ、そして地鶏の3種類があります。アユとかカツオが缶詰になっているのは珍しいんじゃないでしょうか。今回紹介するこのキャンプ缶なんですけども、材料は全て国産のものが使われており、アレルギー物質を除いたキャンパーのためのキャンプ缶になっています。まあ、こんな感じで3種類セットで売られていたりするんで、キャンプ好きな方へのプレゼントとかにもいいんじゃないかなというふうに思います。以前中の YouTuber 同士で車の YouTuber さんのフミツさんの撮影場でバーベキューをしたんですけど、その際も温めるだけで一つの料理として完成するので、とても重宝しました。カツオとトマトにはキノコも入っており、キノコが大人気でした。アユはシマントのアユが使われており、骨まで柔らかくなっているのでアユも人気でした。土佐の地鶏は柚子風味なので、柚子が好きな方には大人気でした。実は僕、去年の10月からクッキング教室に通っているんですけれども、そこで習ったスパイスからカレーを作ることに今めちゃくちゃハマっているんです。カレーを作るとき、トマト缶の代わりにこのトマトで煮込んだカツオとキノコを入れれば、カレーにカツオとキノコまでプラスできるので、とても便利な缶詰だと思っています。キャンプでピザを作るという方もいると思いますが、餃子の皮なんかにこの缶詰を乗せてあげれば、トマト、キノコ、カツオと他に何も食材がいらないほどのピザの具になります。色が寂しい方はピーマンを、こだわる方はチーズを乗せれば、一缶ですぐにピザを作ることができました。柚子塩仕立ての地鶏を使ってパスタを作ったんですけど、パスタ1束 100g を塩で茹でて、この地鶏缶を入れるだけで柚子が効いたちょうどいい味の濃さになります。この時気づいた点なんですけど、地鶏は開けた時はブロックになっていますが、パスタに使用する場合、なるべくほぐしてパスタ全体に絡まるようにした方が美味しくいただけました。シマントの鮎は骨がありますが、とても柔らかいので、柔らかい身と相まって食感を楽しむことができます。アユは天ぷらにして塩で食べてみましたが、アユ自体に甘辛煮で味付けされているので、塩との相性はバッチリでした。そもそもアユ自体が貴重な食材なので、アユが缶詰で食べれるだけで驚きですよね。こんな感じで僕はキャンプ缶をかなり使いこなしてます。このキャンプ缶の何がいいかというと、この一つの缶詰の中にもう一つの料理が入っているということです。イメージ的にこのコンビニのこういったお惣菜とか、こんな感じのやつとちょっと似てるかなというふうに思います。これもまあ温めたらすぐ食べられるんですけど、これね、実は全部要冷蔵なんですよ。ただキャンプ缶であれば常温保存で可能ですし、賞味期限も3年あるんで、キャンプ場にとりあえず持ってて使わなければ次回使うみたいな感じの使い方もできるんで、そういったところが缶詰の強みかなというふうに思います。キャンプ缶の開発元の株式会社 H2 さんは、業務の一つして工場排水の浄化がありました。工場から出るさまざまな環境汚染物質を魚が住めるレベルまで浄化し、河川に放流するという業務です。もともと環境への意識は高い会社だったんですけど、 H2 の代表の浜城さんは大のキャンプ好きでしたが、キャンプ場で発生するゴミの量や少量でいいのにたくさん買わざるを得ない料理食材に疑問を持ち、キャンプ専用のミニマムサイズの缶詰を作ることになりました。僕はこの少量でいいのにたくさん買わざるを得ない料理材料という点にとても共感しました。僕はほとんどソロキャンプ、もしくはもう2人ぐらいでしかキャンプやらないんですけど、まあ、お肉もそうですし、野菜とか魚とか毎回余ってて、それもすごくもったいないなと思ってて、でしかもそのお肉はお肉のパックのゴミ、野菜は野菜のゴミとか、こうゴミもたくさん出てたんで、どうしたものかなっていう風な経験は多分皆さんにもあると思います。まあ、そんな中、キャンプ缶であれば一人用のミニマムサイズなので、一人で使うにはちょうどいいサイズですし、とりあえず2つ持っていって、こっちだけ使わんかったらこっち持って帰るみたいな感じもできるんで、こっちは次の機会に使えるし、さっきのコンビニで買ったお惣菜みたいな感じで、要冷蔵じゃないんで、まあ、いつでも使うことができるし、こうゴミも減らせるんで、いいこと尽くしなんじゃないかなというふうに思います。このキャンプ缶なんですけれども、お値段が1つ600円からと、まあ、決して安い値段ではないんですけれども、まあ、スーパーでお肉買って、野菜買って、お魚買ってとかして、一品こう作ってたら、多分余裕で600円とか超えてくると思うんで、まあ、そう考えると、ゴミも少なくて、荷物も少なくできるこのキャンプ缶っていうのは、考え方によってはものすごく重宝するものなんじゃないかなというふうに思います。ということで、早速、キャンプ缶を開けていきます。緑色が、土佐はチキン、地鶏、柚子塩仕立て。青色がシマントのアユと生姜の甘辛煮です。赤色が
トマトで煮込んだカツオとキノコ。ということで今からこのトマト缶を使って超簡単に作れるスパイスカレーを作ってみたいと思います。マジで簡単なのでぜひ最後までご覧ください。材料はトマトで煮込んだカツオとキノコ缶、ウコン、ターメリック、ガラムマサラ、クミンシード、チリパウダー、コンソメ、カレー粉、米、水です。これらのスパイスは基本中の基本のスパイスなので大層に持っています。僕なりのアレンジなんですけど、このケイジャンシーズニングというスパイスを使います。これはアマゾンとかにしか売ってないので概要欄に購入先を貼っておきます。今一番使ってるスパイスです。では早速作り方です。研いだお米にターメリックを入れて放置しておきます。数十分後お米が十分に水を吸ったら火をつけてご飯を炊きます。トマトで煮込んだカツオとキノコの缶の中に少し水を入れ、ガラムマサラ、クミンシード、チリパウダー、カレー粉、ケイジャンシーズニングをだいたい4振りずつぐらい入れます。ここら辺のさじ加減はアバウトで大丈夫なんですけれども、まあだいたい最初は4振りずつぐらい入れて味見しながらちょっとずつ調整していくといいと思います。次にコンソメを1つ入れて水を少しずつ足しながらお好みの味の濃さに調節しながら煮込みます。これで完成です。調理時間はざっと5分ぐらいでしょうか。ちなみにスパイスから作るオリジナルカレーですが、出たゴミは缶詰1つとコンソメの包み紙1つだけです。下手にいろんな食材を用意してカレーを作るよりも具材もたくさんあってゴミも少なくて、僕は最近キャンプに行くとこればかり作っています。僕がクッキング教室でスパイスから作るカレーを習った時は、玉ねぎが飴色になるまで炒めたりお肉を使ったりと90分かかっていましたが、このキャンプ缶を使えば玉ねぎは入っていませんが、カツオとキノコのエキスが入ったトマトの汁を使うことができるので、コクのあるオリジナルカレーを作ることができます。完成したカレーをご飯に盛り付ければ完成です。ちなみにもしこれを市販のトマト缶で作ろうとすると、だいたいトマト缶って1缶 400g あるので、出来上がるカレーの量はお水などを含めるとだいたい 1kg 近くなると思います。少人数なら結局それ捨ててしまいますし、他の食材も余っちゃうしってなるので、それなら最初からキャンプ缶1つで行く方がゴミも少ないし手間もかからないので、とても便利な缶詰だと思います。ちなみにこのカレーを作るのに必要なものの一覧はこれだけです。こういうところでいかがだったでしょうか。キャンプ缶の紹介でした。開発元の H2 さんはキャンプ場で作るにはハードルが高い料理っていうのを缶詰一つで食べられるように、今後はキャンプ缶を皮切りにキャンプ缶ビーヤーみたいな、こんなのあったらいいなっていうものをこれからも作っていくそうです。このキャンプ缶の購入先は H2 さんの公式ホームページから、もしくはキャンプ缶を取り扱っているキャンプ場から購入することができます。もう一つお知らせがあるんですけども、このキャンプ缶を自分のお店で取り扱いとか、自分のキャンプ場で取り扱いとか、自分のキャンプ用品店とかお店で取り扱いっていう方も募っているそうなので、もし、そういった関係者の方がいらっしゃれば、検討してみてはいかがでしょうか。このコップとかもね、心とかめちゃめちゃ目を引くので、ま、結構いいんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、キャンプ缶の購入先は概要欄の方に貼っておきます。それとさっき作ったスパイスから作るカレーの、必要なものとかも概要欄の方に貼っておくんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わります。ではまた。